ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前うちのチャンネルのデータを見てみたんだけど、埋蔵金の話が予想より好評みたいね。ああ、私もてっきり心霊ネタだけにしておいた方がいいのかと思っていた。この機会だし、別の埋蔵金伝説もお願いしたいわ。わかったぜ。じゃあ徐々に全国を目指していくか。今日は紀伊半島からエリアを少しずらして関西地方の埋蔵金伝説を5つ紹介するぜ。関西地方か。和歌山県と奈良県は前回紹介しているので、今回はとりあえず除外している。概要欄にリンクを貼っておくので気になる方はそちらを参照してほしいぜ。そして前回もそうだったが、これから紹介する内容は一部先達の聞き取り調査などが元になっており、その結果を疑うわけではないが、裏取りの難しいものが多い。よって解説に曖昧な部分が出てしまうことは理解しておいてくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは太閤秀吉の埋蔵金だ。秀吉？もしかして豊臣秀吉の埋蔵金なの？そうなるな。日本では埋蔵金という言葉イコール徳川埋蔵金と話が行きがちだが、この豊臣埋蔵金は徳川埋蔵金も含めた日本三大埋蔵金の一つに数えられ、推定される埋蔵金の価値は、全国の埋蔵金伝説の中でもぶっちぎりの1位なんだ。へぇ、それは知らなかったわ。埋蔵金伝説が伝わるのは兵庫県の稲川町にある多田銀銅山だ。稲川町といえば大阪市内にも近いベッドタウンとして知られているわよね。ああ。また鉱山として銀や銅の採掘が始まってから非常に歴史が長い場所でもある。なお多田銀銅山は今は遺跡として見学が可能になっている。駅からバスを利用していくことが可能だ。イオンモールもあるし、比較的街中から遠くなさそうね。かつては源氏や北条氏が支配し、その財政に大きく貢献したことで知られる多田銀銅山。豊臣秀吉も信長の配下にあった時代にこの鉱山を手に入れている。20年以上にわたって採掘を繰り返し、そこで莫大な富を得たことは有名だ。しかし晩年の秀吉は突如多田銀銅山を封鎖した。理由は余命いくばくもないことを悟った秀吉が、息子秀頼への遺産を隠すのに鉱山を利用するためだ。長年の採掘で鉱山は天然の迷宮と化しており、地下水も染みてくるため、その探索は困難を極める。秀吉は囚人たちを刺激して鉱山内およそ20箇所に分散して遺産を隠したという。それに関わった囚人たちがその後どうなったか、言うまでもないな。ひえー。秀吉が突然鉱山を封じた理由が明らかになるのは明治の世になってからだ。豊臣家と関係の深かった一族の子孫にあたる三重や大阪の旧家から、秀吉政権下で勘定奉行を務めた旗野三郎光輝の記した文書が、立て続けに発見され、それによって秀吉の埋蔵金が多田銀銅山に眠ることが発覚したんだ。え？でも多田銀銅山って江戸期以降も掘り返されているわよね？本当にあるんならすでに見つかっているんじゃないの？そうなんだ。秀吉以後は徳川家が多田銀銅山を掌握していた。いくら広大で複雑な鉱山とはいえ長年発掘されないでいる理由がわからない。そもそも埋蔵金伝説が近年になって発覚したところも疑わしく、これらの理由からこの埋蔵金伝説を疑う人も多い。しかし秀吉の負者としてのエピソードは今更指摘するまでもないだろう。金銀を配下の者たちに大盤振る舞いしたり、身の回りを金で固めたという話も印象的だよな。そんな理由からすでに発見されたかは別として、埋蔵金の存在自体は信じる人が多いようだ。しかしさすがは三大埋蔵金の一つ。この伝説は研究発掘記録が膨大で解説し出すととても時間が足りない。そのためこれについてはまた別の機会に別動画で解説させてもらうことにしよう。以上、太閤秀吉の埋蔵金の紹介だったぜ。次は京都府舞鶴市沖の天王丸の財宝だ。舞鶴市か。赤レンガの街としてファンを魅了しているのよね。冬場に舞鶴の方から来る車が凄まじい量の雪をかぶっていて驚かされるよな。褒めてなくない？失礼。でも舞鶴は近畿圏北部では重要な地点なんだぜ。今回のこの天王丸、第二氷川丸とも呼ばれるが、この船は若狭湾に浮かぶ靴島近海に沈んでいる。戦時中の船かしら？ああ、元はオランダ海軍が使用していたオプテンノール号という船だったんだが、後に日本軍が拘束して別の名前を付けて運用したわけだ。ところで病院船として使われていたとされるこの船なんだが、別に敵国に沈められたわけでも、嵐で沈んだわけでもないんだ。あら、じゃあどうして海に沈んでいるの？これは地震、つまり意図的に沈められたことを意味するんだ。自ら沈む？不法投棄かしら？現代日本の社会問題か。天王丸は終戦後すぐに沈められた。
それも1945年8月19日、ポツダム宣言受諾から1週間と経っていない。え？それはなんでなの？実は天皇丸には海軍再興のために金やプラチナ、宝石が積まれていたというんだ。なるほど、いつかまた他国にやり返すための元手に隠しておいたのね。そこに積まれていたのは横須賀鎮守府が保管していた物資や財宝。鎮守府というのは海軍を統括する機関だと思ってもらえればいい。これらを敵国に奪われないため、舞鶴鎮守府に司令が下った。中将田由井稔らはそれに従い、久津島近海で静かに船を沈めた。なお沈んだ理由は爆沈とされていたらしい。この話を語ったのは横浜の海洋後発社長の伊方光雄氏。1979年と随分後になってのことだ。伊方氏は戦時中に旧海軍の軍令部の嘱託をしており、この地鎮作戦にも関与したという。天皇丸はもともとオランダのオクテンノール号だ。これにはオランダの富豪たちが戦争から逃げるために乗せた資産が積まれており、これを押収したものが地鎮時の宝となっているとも言っている。それって本当なの？正直、かなり判断に困るな。伊方氏の目的は当時のレートで数兆に及ぶとされる天皇丸の引き上げ。しかし近年 NHK の番組でこの天皇丸の調査が放送された際には、随分経路の違う話が紹介されていた。この天皇丸は日本が言った国際法違反の数々の証拠となっている。要するに地震当時からすでにかなりシビアな問題をはらんでおり、記録という記録も残っていない。そのため天皇丸の来歴からして情報が錯綜していて判断が難しいんだ。軍の船に富豪の資産が乗っているのもよくわからないわね。まったくだ。ただ伊方氏は自費で調査を開始したという。その費用は間違いなく数千万円を数えるし、本気でなければ到底支払える額でもないよな。オランダも自国の船を奪われたためにその後高額の賠償金を請求してきているし、プレイヤーたちの動かす金額の大きさがもしかして、と思わせてくる、伝説と言えるな。一つ言えるのは海軍がそこまで秘匿したかった情報だ。埋蔵金みたいなある種平和的な話ではなく、軍部のもっと深い闇を引き出しかねない伝説なのかもしれないってことは、留意しておくべきかもな。要するに、信じるか信じないかは、あなた次第ってことだな。最後の最後に説明を投げたわね。以上、天皇丸の財宝の紹介だったぜ。なお今回は参考資料にのっとって天皇丸で通したが、現行では第二氷川丸で呼ばれるのが一般的だ。自身で調べる場合は注意してほしいぜ。次に紹介するのは大阪府羽曳野市の西林寺の黄金河原だ。羽曳野市か、多くの古墳が発見される歴史の町よね。日本野球史上最高の投手とも言われるダルビッシュ有選手の出身地でもあるな。さて、羽曳野市に西林寺という歴史あるお寺がある。近鉄古市駅から徒歩数分の場所だな。ここは渡来氏族の流れであり、当時の河内の国を拠点とした河内の綾氏が混流したとされる古刹で、今はこじんまりとしているが、当時はもっと大きな敷地とお堂を構えていたらしい。当時、明治期の廃仏毀釈運動で壊されてしまったとか？いや、戦国期の織田信長の侵攻が原因だ。1575年、織田信長が三好康長の居城高屋城を攻め入った際に、巻き込まれる形で西林寺も戦火に巻き込まれてしまったんだ。時代が時代なのはわかっているけれど口惜しいわね。さて、西林寺には寺の再建費用として黄金の瓦が2枚引き継がれていた。しかし町が炎に焼かれ、西林寺にも火の手が及んだ。西林寺の僧たちはこの黄金の瓦を持って逃げようとしたんだが、重すぎて運ぶことができない。仕方なく境内の井戸に投げ込んで逃げることにした。そしてこれが功を奏し、西林寺の黄金瓦は信長税の略奪を免れた。だが信仰の被害は著しく、これらの黄金瓦も井戸と共に行方がわからなくなってしまった。え？井戸が見つからなくなるなんてある？確かにそこがこの伝説の弱い部分でもあると思うぜ。しかし前述の通り西林寺は今よりもっと広く、瓦礫と土に埋もれてしまった箇所も多いはずだ。何より当時の境内には5つも井戸があったとされ、昭和期に学術調査が入った際にも、うち2つの場所は特定されないままだった。5つも井戸があるってことは確かにそれなりの広さがあるのかもしれないわね。当時は100メートル四方の境内があったとされるらしい。あら、それぐらいの広さならなんとかならないかしら。残念ながら当時の境内の多くが民有地だ。人家が建っている場所を掘り返すわけにもいかないだろ？確かにそうね。でも昭和になって学術調査が入るってことは、黄金の瓦伝説にもそれなりに信憑性があるってことなのかしら？どうだろうな。調査の趣旨が不明だし、以前紹介した工房井戸や金系伝説と似た部分も多いから、後付けの匂いもする。地元の消防団が井戸さらいを行ったこともあるが、場所が不明のままでは結果は同じだろうからな。まあ疑い出すとキリがないか。
ただあったとしても見つけるのが難しい理由には大きく頷けるところだ。以上、西林寺の黄金河原の紹介だったぜ。四つ目の伝説は兵庫県洲本市他の海猫のコタハチの財宝だ。洲本市、日本神話の国海で最初に作られた淡路島にある町よね。お、珍しく巫女っぽいことを言ったな霊夢。大きなお世話よ。淡路島は玉ねぎの生産でも有名だが、洲本市は淡路島3自治体でおおよそ真ん中に位置している。1818年、四国九州諸藩の御用金を積んだとされる船竜王丸が海に沈んだ。この事実は後に堺市の旧海泉山五郎助氏の邸宅や、徳島の旧家などで次々発見された文書に記録されていた。沈んだ場所は四坂島付近や日内灘など、諸説あるが不明。また沈没の原因も2つ言われており、嵐にあった説のほか、船員に化けて乗り込んでいた海賊海猫のコタハチ一味が、船底に穴を開けて沈めた説の2つがある。わからないこと尽くしなのね。でも大金を積んで沈んだ船があるのはどうも本当らしい。そして急に海賊っぽい名前が登場したわね。海猫のコタハチだ。海猫のコタハチは十数人の手下を抱えていた海賊の首領で、普段は淡路島に住んで漁師をしていた。その潜りの能力は日本一とも言われ、和歌山藩がその能力を認め、わざわざスカウトしに来るほどだったという。そんなにすごかったのね。という話だ。竜王丸の持ち主も、船が沈んだ海が浅かったために潜りのプロコタハチに引き上げを依頼したほどだ。まあ、沈没の理由がコタハチ一味によるものならば見事な自作自演になるわけだがな。そして引き上げを依頼されたコタハチだが、海底の潮の流れが速いことを理由に依頼を拒否。そんなわけがないと選手は他も当たるのだが、コタハチほどの潜りの達人が無理と言ったのではと皆首を縦に振らない。選手らは泣く泣く引き上げを諦めることになった。しかし沈没から13年後、天保2年に淡路島の洲本で奇妙なことが起こった。アスケという若者が飲み屋の会計に小判を使ったのだ。小判は中流階級以下の人間では滅多にお目にかかれない代物だ。もちろん小判を使ってはいけないというルールはないため、それ自体には問題がなかった。しかしその小判に刻んであった刻印に問題があった。その刻印とは、竜王丸に乗って沈んだ小判に飲みついているものだったのだ。すぐさまアスケは御用。なぜそんなものを持っていたのかと拷問にかけられた。拷問？石を抱かせられるやつだ。本当にあったのね。おそらく、時代が時代だからな。それに耐えかねたアスケは小判はコタハチからもらったと白状。早速取り方はコタハチの家を訪ねる。しかし事態に感づいていたコタハチは山へ逃亡。だがコタハチは海は得意でも山では勝手が利かなかった。まして60歳にもなっていたコタハチに役人多数の追っては厳しい。担当を握って抵抗するも、最後は断崖を飛び降りて自ら命を絶ってしまった。仕方なくコタハチの家を捜索すると例の刻印付きの小判が70枚。そしてどこかの海岸を描いたと思われる絵図が発見された。海岸の絵図か。きっと残りの小判のありかね。役人たちが調べてみると、これら刻印付きの小判は他にも使われていた。過去5年に遡って四国、姫路、和歌山で700両から800両ほどが流通。いずれもコタハチかその腹心、木之助や宇太郎らが使用したり両替したものだった。やっぱり例の船を引き上げられないというのはコタハチの嘘だったということね。自分たちで引き上げる隙を狙っていたんだな。こうなるとアスケにはさらなる追及がある。アスケも仕方なく白状したのだが、それによれば竜王丸引き上げは文政9年。西暦で1826年に行われた。関わったのはコタハチの他に前述の腹心木之助、宇太郎。そしてアスケなのだが、彼はまだ若かったため見張り程度の仕事しかしていなかった。コタハチは複数回に分けて宝を引き上げ、一部を残して他は地下に埋蔵したという。しかしアスケは埋蔵の際に立ち会っておらず、埋蔵場所は知らないとのたまう。怪しいわね。では残りの二人、木之助と宇太郎はなんというか。残念ながらどちらも数年前に他界。やはり追及の手は再びアスケに戻ってくる。獄中のアスケは耐えきれなかったのか2年目に淡路島の由良海岸にあると白状。しかし役人たちがアスケを連れて調べに行っても何も出てこない。その後もたびたびアリカを吐き出したアスケだったが、結局どこにも見つからず、やがてアスケも獄中死してしまった。この人、本当は知らなかったのかしら？おそらくな。拷問と牢屋に嫌気がさして心当たりを口にしていただけなんだろう。その後もコタハチの家で発見された地図をもとに調査がなされたが、結局発見できないままだった。ちなみにここまでの話は埋蔵金研究者の畠山聖光さんが、大正期に奈良の北村さんという方から見せてもらった。地図と由来書によるものだという。地図ってもちろんコタハチの家にあったものよね。それかその写しだろうな。
この北村さんも財宝発掘に興味があったらしく、人捨てでこれらを入手したようだ。さて、時は流れ昭和35年。西暦で1960年のことね。雑誌記事のインタビューのために関西へ出かけていた畠山さんは、偶然にも平田三郎さんという人物を紹介される。平田三郎？どこかで聞いたことあるわね。以前動画でつむじ風ゴーエモンの埋蔵金の話をしただろ。あの時ゴーエモンの宝を探している N さんとの開口について語ってくれた人だ。あ、そうだったわね。平田さんも瀬戸内海の別の財宝を探っているということだったけど、ウミネコのコタハチのそれだったのね。ああ、そうだ。平田さんは4代前からコタハチの埋蔵金を探している一族の人で、彼自身埋蔵金発掘に傾倒するあまり妻と離婚、お金に困って家も売ってしまったほどの人だった。彼は先代から引き継がれた地図と探索の日記をもとにコタハチの財宝を売っていた。地図はとても古く、奈良の北村さんが持っていたものとは別物だったという。さすがに5代も続いて宝を売っている平田さんのこと、探索の日記もあまり見せてもらえなかったし、知っていることすべてを語ってくれたわけではないようだったが、畠山さんが彼から聞いた話をまとめると大体こんな感じだ。平田さんの5代前の先祖大輔さんは小舟で漁に出かけていた。おそらく1832年頃のことだな。その際、無人島とおぼしき小島から声が聞こえてきた。何事かと思って見てみると、大怪我を負っている男がいた。彼の名は綱吉。怪我のために島から帰れず、長く遭難していたと泣きながら話したという。不憫に思った大輔は綱吉を連れて帰った。多くを語らない綱吉だが、そのことを深く考えずにいた大輔。しかしある日漁から帰ると綱吉が大輔の妻に手を出していた。助けてもらっておいて最低ね、この男。お詫び代わりにと小判を取り出した綱吉。だが大輔が気にしたのは小判の出所だった。前述の通り小判などそうそう手に入るものではない。実は綱吉は小田八の腹心宇太郎の息子で、式の迫った宇太郎から埋蔵金の場所を聞いていたというのだ。宇太郎が他界してもしばらくは彼の残したお金で生活していたが、いよいよ埋蔵金を求めてある小島へ渡る。え？それってどこの小島なの？それがわからないんだ。平田さんがわざと語らなかったか、畠山さんが気を使って本に書かなかったか。なんとなく前者っぽいわね。私もそう思う。しかし動きを読まれていたのか、はたまた偶然なのか。その島にはコタハチも来ていた。そして綱吉はコタハチの放った大岩で足を失うほどの大怪我を負ってしまう。コタハチもそれを見てもう死んだと思ったのか、幸い命まで取らずに帰っていった。恐ろしいわね。腹心の手下の息子でしょ？宇太郎の息子とまでは知らなかったのかもな。あれ、ちょっと待って。1832年って天保3年でしょ？アスケが洲本で小判を使って捕まったのが天保2年。それが元でコタハチが取り方に追われて絶命したのがすぐ後だとすると、なんで綱吉はコタハチに襲われたの？霊夢の言う通りで、どうやら綱吉は1年以上もその島にいたらしい。釈然としないが、その生命力には驚嘆するほかない。しかし綱吉もその後数ヶ月で他界。やはり怪我の影響は大きかったのだろう。綱吉がこの世を去る前に大輔もその島に行ってみたが、小判は落ち散らかっている30数枚しか残っていなかった。綱吉曰く、コタハチが別の場所へ移したのだろうという。また綱吉が言うには、宝浜が別の場所にも隠してあったらしく、それで全てではないようだった。時は流れ、大輔の孫の一太郎もコタハチの財宝探しに邁進する。一太郎は平田さんの祖父で、探索の記録を記した人だ。彼は住まいを淡路島に移し、どこから入手したのか奈良の北村さんが所持していた地図と同じものを持って、ついにコタハチの宝を発見する。え？すごいどこだったの？およそ10年の時を費やし、発見したのはコタハチの住居があった近くの木からだ。根元から発見された鉄箱には小判100枚と金の棒が20本。え？次回いくら？落ち着け霊夢。そしてそれらの宝とは別にまた絵地図が入っていたという。これが平田さんの所持していた地図だ。コタハチはこの地図でもってさらなる別の宝を探せと言いたいらしい。一太郎さんは平田さんに宝を見つけろと遺言を残す。こうして平田家の埋蔵金探しの旅は続いていくのだった。なるほど、だからこの埋蔵金伝説はまだ終わってないのね。どうもこの第一の宝発見を一太郎氏は伏せていたらしいな。他の人に情報を与えないためだろう。その執念の凄さたるや。ちなみに平田さんは芸予諸島が財宝の本命と語っていたらしい。コタハチの住居近くで第一の宝が発見されたとはいえ、竜王丸に積載された黄金はとんでもないようだ。沈没した場所に近く、かつ隠し場所に困らない小島軍の方がおあつらえ向きなわけだ。以上、ウミネコのコタハチの財宝の紹介だったぜ。
最後に紹介するのは明智光秀の御宝九民の宝だ。北はね、ビッグネーム。豊臣秀吉に明智光秀。さすがに関西は有名どころの伝説が多いわ。さて、敵は本能寺にありの言葉で知られる明智光秀だが、本能寺の変で主君織田信長に謀反を働き、最後は秀吉に撃たれたことで知られているな。厳密には山崎の戦いに敗れて敗走するさなか、百姓たちにやられたというわね。しかし大河ドラマ麒麟が来るでもそれとなく触れられていたように、光秀には昔から生存説が囁かれている。討ち取られたのは光秀でなく影武者で、光秀は後に僧となり、天海と名乗ったという。天海僧正といえば徳川家康の側近として知られるわね。今回紹介する埋蔵金伝説はこの光秀生存説を信じるか否かで二つに説が分かれる。光秀生存説は現状でも都市伝説のようなものだし、その上埋蔵金伝説となればかなり珍奇な説になるが、もしよければ最後まで聞いてみてくれ。さて、まずは定説通り光秀が撃たれていたと考えた場合だが、こちらの埋蔵金伝説は琵琶湖になる。琵琶湖、これまた見つけるのに骨が折れそうね。秀吉の軍勢に負けて敗走していたとされる光秀は居城である坂本城へ向かっていた。これが今でいう滋賀県大津市だな。しかし明智家の滅亡はすでに明らかで、坂本城の留守を預かっていた明智の家臣のみ晴れ長は、明智家の財宝を奪われてなるものかとそれらを船に乗せ、琵琶湖に漕ぎ出しその手で湖底に沈めたという。つまり、具体的にどこかは分かっていないわけね。そうなんだ。もう一つの市場京都の亀山城に埋められているという説もあるが、戦況の流れを見る限り坂本城から琵琶湖に沈めた方が自然だろうというだけで、これといった証拠が残っているわけではない。なんだ、そうなのね。まあ、埋蔵金伝説の 99% はそんなものだろう。ちなみにこの琵琶湖説は三大埋蔵金に対して、三大固定珍宝と言われていたらしい。さて、次は明智光秀イコール天海僧正説だな。これは日本一有名なトレジャーハンター八重野光弘さんが、1978年に畠山聖光さんから聞いた話だという。畠山さんは3年前、先祖が仙台藩の能楽師だったという人物秋田さんに出会う。名字の漢字は明るい田ではなく都道府県の方の秋田らしい。秋田さんは光秀の子孫で、江戸時代に家の天井からある文書が発見されたという。その文書には光秀が謀反を起こした理由が記されていた。長くなるので一言で言うと、光秀は信長の残忍さが許せなかったようだ。最初は光秀の能力を高く評価していた信長だったが、いつかその教養の高さと才知を妬み、辛く当たるようになったという。それだけなら良かったが、信長の家紺を根絶やしにする方針は無駄に戦火を広げ、戦乱に苦しむ人々を見てきた光秀にはそれが耐えられなかったようだ。特に比叡山での暴落の限りは到底許せるものではなく、仏の教えを守った御宝九民の心、それこそが謀反につながったという。しかし本能寺を撃った後の光秀の末路は知っての通りだ。光秀本人は比叡山に落ち延び、一度は再挙することを考える。だが戦いに勝利し平和の世を築けるならともかく、また負けることがあればさらに無駄な血を流すことになる。それならば敵味方問わずに弔ってやることが自らに課せられた務めである。そう考えた光秀は仏に仕える余生を送るのだった。光秀ってこんなにいい人だったの？さあ、私は日本史に疎いのでよくわからないな。しかし不遂を承知で言わせてもらうなら、関係者が光秀を美化想像して記しただけではないかなとも思う。ただ信長を撃った理由は今もわからないままだし、一つの可能性として聞いておく価値はあるのかもしれないぜ。ところで本能寺の変の数日後、坂本城から軍費を運ぶ任務についていた者がいた。なお新氏作兵衛常興という。難しい名前ね。別にこの人物に限った話ではないが、人物名の読みには自信のない者も多い。了承を頼む。常興は数十人の家臣と共に京都へ向かっていたが、京都に入った頃、明智軍の大敗を知る。このまま軍費を運んでも秀吉に押収されることは目に見えているし、だからといって坂本城も敵の襲撃を受けているに違いない。常興は来た道を引き返し、京北町、現在でいう京都市右京区にある明智家ゆかりの寺に運んだ。そして腹心の部下5名を残し、残りの部下には十分なお金を与えて落ち延びさせた。その後、軍費をある場所へ埋蔵したという。しかし埋蔵が済み、5人の部下たちが慰労の史跡を開いていると、落ち延びたはずの部下が軍費目当てに戻ってきていた。彼は野党を従えており、寺の僧も交えて応戦したが会えなく敗北してしまう。埋蔵金はすでに埋められており、場所を知る者たちはすでに死んでいる。結局埋められた軍費を見つけることはできなかった。ただ坂本城に偵察に出ていた常興は襲撃に遭わず生存。常興は明智家再興を望んでいたが、その望みがついえると、1616年ある人物の命令で埋蔵金を掘り起こした。
掘り起こした埋蔵金の半分は明智家のために使い、残りの半分は後方休眠の費用として保存するため再び埋蔵したという。以上が秋田さんの家から発見されたという文書の内容だ。署名は現7年付の常置氏。この話を記したのも常公氏だったのね。なお文書の現物は関東大震災の折に消失したらしく、秋田さん本人も見ていないという。秋田さんが見たのは昔漢学塾を開いていた人物に現代語訳してもらったものだった。ただ畠山さんは秋田さんからその文書の現代語訳を見せてもらったわけではない。奇妙な偶然もあるもので、畠山さんがその文書を目にするのはその2年後。八重野さんが畠山さんから話を聞く1年前のことだ。宮城県庁に勤めていた義父が保存していた文書を持ち、相談に来た A 氏。彼が持っていたのは、秋田さんが所持していたとされる常置の文書の現代語訳と同じものだった。なぜそれが分かったかというと、末尾に秋田家が現代語訳を頼んだ人物と同じ名前の人物の署名があったからだ。その人物は複数写していたようだな。ちなみにその人物は久保さんという。話は戻るが、常置がある人物の命令で埋蔵金の一部を使ったという記述。秋田さんは命令の主を天界僧正だと考えていたという。また畠山さんは常置だけが襲われず生き残ったという記述を疑問視していた。埋蔵金を埋めた事実を隠すために他の部下たちに毒を持ったという考えもできるわけだな。いやーな推測ね。また紳士作兵衛常置という人物は実在したかどうかだが、光秀の部下に旗本の紳士作左衛門という人物がいた記録があるため、その縁故者の可能性はありそうだ。実は A 氏が持ち込んだのは常置の文書の現代語訳だけではなかった。彼は宝の場所を示すと思われる歌のようなものも持参しており、その解読を畠山氏に依頼してきていた。愛氏は関西に来るたびに光秀に関係する地を探して回り、京北町にある光秀ゆかりの寺、次元寺が埋蔵の地だと踏んでいた。今回その歌の内容までは触れないが、この歌が次元寺かどこか光秀ゆかりの寺に隠してある埋蔵金の具体的な場所を、示していると考えられるわけだ。畠山さんはその暗号とおぼしき歌を解読。厳密には思ったことを口にしただけなのだが、それだけでも愛氏は満足して帰っていったという。結果は必ず報告しますと言い残して。しかしその後2年経っても愛氏から連絡はなかったという。畠山さんは愛氏の住所を聞いておらず、連絡のしようがないと語った。ただ畠山さんは自分の解読を鼻から信じていなかった。その場で思ったことを口にした程度の解読であって、最地ある光秀ともあろう人物が残すには、稚拙な暗号であると考えたからだ。しかしそれを聞いて八重野さんは思ったという。そもそもその暗号歌を記したのは誰なのか？光秀ならもっと巧妙な暗号を考えたとしても、記したのが常置ならばわからないぞ、と。以前も話したが、埋蔵金は発見しても法的な理由で多くは発見者の手元に残らない。ならば猫ババするのが最善の策で、もし愛氏が本当に見つけてしまったのだとしたら、畠山さんに連絡しない可能性も考えられる。まさか、そんなわけないでしょう。その後もこの宝が発見されたという話はない。真相は藪の中だ。以上、明智光秀の後方休眠の宝の紹介だったぜ。ここまで関西地方の埋蔵金伝説について紹介してきたが、どうだった？ビッグネームばかりだし、もしかして本当にあるかも？と思わされる伝説もあって面白かったわ。さっきも言ったが、埋蔵金伝説のほとんどは信憑性に乏しいものばかりだ。しかしロマンがあるのは事実で、そんな妄想を広げて楽しむのもまた一興、なのかもな。じゃあ今日はここまでね。ご視聴ありがとうございました。